最近ちょっとディフィーに変化がありまして、ディフィー見せてくれる？ディフィーのソフトクリームみたいに舐めて、集まったね。いいね。毛が抜ける。ブラッシングするか。てっちゃん調子どう？よし、右腕は割といいよね。左腕と右足。よしよし。てっちゃんマッサージ。股関節。どうかな。ルナッチ。お、ちょ。伸ばしてみるかい。伸ばしてみよう。曲げてみる。うい。頑張れ。おい。いいね。もうできちゃうね。ルノチは何だ？ルノチはどういうことなの？ほんと、いっちゃった。はい、ルノチ。
てっちゃん、よし、てっちゃん、ちゃん地味にね、顎ニキビもちょっとできるからね、たまに拭いてあげてるんですよ、ここたまに拭くと結構取れるんだよね。猫も大丈夫なウェットティッシュ、アルコール入ってないやつ、これでこうやってね拭いてあげてんの。そしたらこういうちょっと汚いですけど、この黒いポツポツがね取れる。やだ、大丈夫大丈夫、あと最近ちょっとディフィーに変化がありまして、ディフィーの変化ね、てっちゃんに影響されてんじゃないかみたいな変化があるんですけど、ディフィーのですね、ディフィー見せてくれる、ディフィーのいい唇が最近ちょっとピンクっぽくなってきた。わかる、わかります、わかんないかな、下唇とかがね、この辺がねちょっとピンクっぽくなってきた。わかったかな、わかんないかもしれないけど見せて、ほら、ほら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 、はい、ごめんごめん、ありがとうありがとう。ちょっと唇がね、前までかなり真っ黒っぽかったんだけど、ピンク寄りになってきた。哲也がさ、唇真っピンクだから、哲也の影響でピンクになったのか。そんなわけないか。なんかこれが変な色になるとこだったら、ちょっと病気とかの可能性も出てくるんだけど、いい色に変わってるからね。健康そうな色に変わってるっていうか。健康寄りの色になってるよな。今までの方が不健康っぽい色してたよ。そんな悪いことじゃないと思うんだけど、でも不思議だなと。本当に子猫の時はディフィーもね、唇ピンクっぽかったんだけど、なんかどっかのタイミングで、1歳とかわかんないけど、どっかのタイミングでなんかね急に黒くなって、あれ唇黒くなったって思った日があったの覚えてる。でそっから今に至るまでずっとこの数年間ずっと黒い唇だったんだけど、急にピンクにちょっとなってきた。どうした？もしかしたら夏冬でいつも色が変わってるとかっていうこともなくもない、気づいてなかっただけかもしんないけど、なんか唇の色変わってきたよね。以上、ディフィーの変化についてでした。